去年の2月にチームエースとして慶応野球部に入部し、入院までの3ヶ月間日吉のグラウンドで野球を教えてもらいました。お兄さんたちからボールの投げ方、取り方、ルールや挨拶の仕方なども丁寧に教えてもらい、ぐんぐん野球が上達していくのが自分でも分かりました。ピッチャーの練習では目標を70キロと決め、最初は65キロくらいでしたが、日に日に上達していき、71キロのストライクを出すことができました。毎回ユージー、ユージーとみんなに名前を呼びかけてもらい、たくさんの勇気や元気をもらいました。僕が長期入院中もお見舞いに来てくれたり、動画やお手紙を送ってくれたり、こんな小さな僕のこともとても大切にしてくれました。野球部の皆さんのように人を励ませる生き方は本当にすごいと思って、僕もそういう人になりたいと心から思いました。僕が投げさせてもらった慶応戦の始球式の日に、僕の目の前で野球部が優勝を決めてくれてとても感動しました。 NHK サンデースポーツでも特集が放送され、たくさんの人がゆうじくん感動したよと声をかけてくれました。その後、野球部は全国優勝に輝き、僕にとっても一生忘れられない宝物の思い出になりました。僕はハンデを持って生まれてきたけれど、これがなかったら今野球部の皆さんとは出会えなかったから、僕は僕の体で生まれてきてよかったと思いました。僕も慶応野球部の誇りを胸に、文武両道の皆さんのように強く優しい人に成長し、いつか必ず恩返しができるように頑張りたいと思います。